サッカー隊代表は、タイサッカー協会によって編成される、サッカーのナショナルチームである。アジアサッカー連盟及びアセアンサッカー連盟所属。ホームスタジアムは、首都バンコクにある、ラジャマンガラナショナルスタジアム。テクニックに優れた選手が多い、東南アジアを代表する国であり、近年でも、東南アジア選手権などで好成績を収めている。競合国相手には、 カウンター主体になることが多いが、基本的にショートパスをつなぐサッカーが特徴である。2018FIFA ワールドカップアジア二次予選では、イラクと二度引き分けるなどの成績で、グループ1位となり、2002年大会の予選以来となる、アジア最終予選進出を果たした。その最終予選では、第5戦のホームで、オーストラリアに2-2と引き分けるなど検討を見せたもの、第7戦のアウェーで、 日本に0の4と敗れ予選敗退が決定した。その後 UAE にもホームで1の1と引き分けたが、最終的に2分8敗と勝利を挙げることができなかった。アマチュア限定だった時期の1956年メルボルンオリンピックのサッカー競技や1968年メキシコシティオリンピックのサッカー競技に本大会出場を果たしている。 1992年バルセロナオリンピックのサッカー競技アジア予選からは年齢制限が設けられ U-23 サッカー対応国代表が参戦している。ありがとうございます。